どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。今日の動画はですね、本日発売されましたレッドフォール、こちらのゲームをちょっと遊んでみましたので、序盤のゲームプレイを少し紹介してみようかなという、そんな動画となっております。気になってる方はぜひ参考にしてみてください。いや、と言いますのも、なんかこのゲームですね、メディアの評価はちょっと低めなんですよね。Xbox 版が64点、パソコン版が62点という形になっておりまして、結構注目されていたゲームだけに、その内容は気になるところです。このゲームはアーケインスタジオというところが作っておりまして、最近だとデスループとか、有名どころだとウルフェンシュタインだとか、ディスオーナードのシリーズなんかがとても人気のあるゲームですね。まあ、基本的にこう FPS のゲームをずっと作ってきているところなんですが、今回はコープシューターになってるんですよね。マルチプレイで協力型の PVE が可能になっているゲームとなっております。まあ、そんなわけで私もですね、マルチでプレイをしようと思ったんですが、ちょっと友達がいなかったので、今回の紹介動画はソロプレイの動画となります。ご了承ください。そして誰か俺の涙を拭いてください。いや、もちろんソロプレイでも楽しめるようにできてると思いますから。で、今回私は PC ゲームパスで遊んでおります。パソコン版となっておりますのでご了承ください。ゲームを開始しますとですね、キャラクター4人の中から1人を選びます。それぞれね、スキルが違ったりして、このキャラクターは近くの敵をマーキングしたり、自分が透明になったり、なんかスナイパーみたいなものを使うようなキャラクターみたいですね。魅力的なビジュアルではあるんですけれども、どうしようかな。スナイパーか。いや、私は結構脳筋属性なんだよね。こっちのキャラはどうかな。いや、こっちか。いや、これだ！天才工学博士。デコイを飛ばしたり、C4 をぶん投げて爆発させたり、エリアの仲間の HP を回復させたりと。あれ？これソロプレイの私からしたら、これ死にスキルじゃね？これね。いや、でもこのキャラでいこうか。3種類の難易度が選べるようになってましたけど、1つロックされてるんですよね。多分高難易度が後ほどアンロックされる。そんな感じでしょうか。とりあえずダスクっていう普通のやつでやってみようかな。最悪ノラでマルチやろうかなと思ったんだけれども、ノラでのマルチは実装されてなくて、フレンドを招待するだけみたいですね。ちなみにこのゲームのレッドフォールって、この街の名前なんですね。タイトルにもなってますけれども、その街がなんと吸血鬼で溢れ返っちゃったと。これもんですからね、これもん。あー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 、さらに来て、あーあーあーあああ。船で街から脱出しようとしたんですけれども、これ海だか湖だかちょっと分かんないんですけど、こんな状況になってんの。これも吸血鬼の力なのか。しかもなんか吸血鬼の皆さんときたら、これ太陽を隠しちゃったみたいで、昼間でも外に出られるっぽいんだよね。でマジなの？それマジな？それずるいな、それね。っていうことは、こいつら吸血鬼か。こいつらは吸血鬼なのか。やべ、見つかる。ちょっと待って、へっしょ気持ちよすぎんだろ。あー、サクサク敵倒せるやつだこれ。あ、来た。いや、サクサクいけるやつだこれ。でもこいつら吸血鬼っぽくないよね。そう、実はこいつらね、吸血鬼に従えてる側の人間みたいな感じなんですよね。これは何かしらの陰謀を感じるぞ。陰謀をな。陰謀は許せん。陰謀を企むやつらには私のステルス攻撃を食らわせてやろう。ステルスはね、後ろからこっそり近づいて普通に近接攻撃、これで一発で倒せます。気づかれちゃった。近接専用のムーブがあるとかじゃなくて、普通にザクンって殴るだけって、これちょっと結構珍しいタイプですよね。サクサクいけちゃうといえばサクサクいけちゃうけれども、敵を倒すと回復アイテムとか、弾薬とかを落としてくれたりするパターンです。この赤いハイライトされてるのは、これ撃つと爆発するやつですね。これ使えばよかったね、ステルスじゃなくて。ところで、さっきから画面にちらってたまにこの黄色いの映るけど何って皆さん思ってたかもしれませんけど、これは私のキャラクターの、アビリティですね。アビリティというかスキル。このメカがですね、まあ、相棒として一緒に常についてきてくれるんですけれども、アビリティボタンを押すとこいつがデコイになって敵を引きつけてくれます。名前はブリボンですね。大丈夫これ、ブルボンから訴えられたりしない？ストーリーを進めていくとアビリティアンロックされます。今まだね、一番最初使えない状況になってます。スタンスキル、スタンスキル。ちょっとね、これ多分なんです、ゲーム史上最強の肘打ちなんだよねこれね。なのでついつい肘打ち打ちたくなるけれども、でも普通にシューターも楽しいと思いますよ。気持ちいいから、ほら。超気持ちいいこれ、やべえ。今まで倒してきた敵は全部人間なんですよね。で、吸血鬼ももちろんいます。吸血鬼は
ちょっと一筋縄ではいかないんですね。あいつが吸血鬼です。ステルスで近寄って、あっとステルスキルはできませんね。他の敵よりも HP もかなり高くて、そう簡単に死なないですし、何より動きがめちゃめちゃ機敏なんですよね。頑張って倒しましょう。ショットガンを持ってるので、ショットガンを使って倒しちゃおうかな。よいしょ、来い、人間様の力を見せてやる。これが科学の力だ。で HP 削り切ったら、相手の心臓に杭を打ってとどめを刺します。そう、 HP 削っただけじゃ吸血鬼死なないんですよね。ただし杭を打つだけじゃなくて、いろんな倒し方があったりしますので、まあいろんな倒し方があります。残された人類は消防署にみんな避難していた。ということで、この消防署を解放しますと、本格的にゲームプレイがスタートします。回復アイテムの補充ができたり、ロックピックなどのアイテムが購入できたり、武器の購入や弾薬の補充なんかもできるようになってます。このゲームはね、武器買うだけじゃなくて、その辺に落っこちてたりするものを拾っていったりするタイプのやつですね。で、武器にレアリティがあったりして、それぞれ特殊な能力がついたりしてるものが多いですね。吸血鬼に杭でとどめを刺すと HP が 15% 回復するとか、キャラクターのスキルはスキルポイントを使ってパワーアップしていくことができるタイプのやつですね。3つのスキルとそれ以外に基本的なパワーアップが用意されております。もちろん武器やキャラクターの見た目も変えることができます。なんでかわかんないんだけど、最初からレアリティ高いショットガン持ってたんですよね。ありがとうございます。見た目もめちゃめちゃレアリティ高い見た目してるんですよね。ほいでもってブリーフィングルームっていうところに来ると、メインミッションを受けられるという感じですね。今受けられるのは1つ。ほんじゃちょっと行ってみましょうかね。いい感じの絵面、いい感じの絵面。このゲームなんとオープンワールドです。開けたロケーションを自由に移動しながら探索して、アイテムなんかを獲得したり、場合によってはサイドミッションがあちこちにあったり、そんな困難をしながらメインミッションがある場所に赴くと。いや、まあ確かにそういうゲームプレイになってくると、野良でマッチングするようなコーププレイっていうのはちょっと難しくなるかもしれませんね。荒ぶる医療ボックス。ファストトラベルできる場所を開放することもできます。ここファストトラベルできるみたい。出発前に購入したアサルトライフルの威力をね、いいですね。あ、いいね、このシューター感マジでいいかもしんない。あ、アサルトライフル落ちてた。買わなくてもよかったじゃん。いや、そうそうそう、このゲームはね、結構武器ポン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 手に入ります。ポン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 、日野の2トン、またアサルトライフル手に入ってるし、しかもレアリティ高いやつ。お金は違うことに使うべきだったか。わ、なんか赤いもやがかかってて綺麗。まあ当たり前だけど、入ったらダメージです。怖っ。ちょっとスキル使おうよ早くで、デコイ、デコイ飛ばします。行ってくれ。行った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 。これでデコイに陽動されている間、こっちは撃ち放題みたいな。気持ちいい。あ、気持ちいい。爆発物ドーン。でね、デコイはね、パワーアップさせると、デコイで陽動されている敵はダメージが上がるとか、そういうのもあったりします。使いたい。さあ、ここでちょっといかつい武器手に入れましたよ。これですね、ステークランチャー。これ吸血鬼にね、すごい大ダメージを与えることができる武器なんですよね。あそこに吸血鬼がいるので、早速使ってみたいと思います。一発です、一発です。先の尖ったものを飛ばすらしいんですけれども、それって実質杭を打ち込んでるみたいなものなので、吸血鬼にすごい強いと。でも弾薬なくなっちゃったので、ここの吸血鬼は普通に倒しましょう。私の3点バーストのアサルトライフルでな。ちょっと待ってくれよと。やっぱりショットガンの方が強いわ武器は3つを装備することができて、切り替えながら戦います。おりゃ、気持ちいい。あ、まだいるちょっと待って、吸血鬼まだいる。あのね、吸血鬼結構固まって出てくることありますよ。今後ありますよ。まあ倒せるけどね、もちろんもちろん倒せるけどね。シューターとしての難易度はそこまで高いものではないように感じます。まあもちろんね、難易度がダスク、まあ通常の難易度だからっていうところもあると思いますが、吸血鬼からも物資はもらえます。まあでもこういうね、なんかオープンワールドを開けたマップでこういうミッションをね、移動しながらこなしていくゲームプレイって今まであったようでないような、そんな感じがしますね。まあ正直ちょっとソロプレイの方が相性いいような気がしなくもないですけれどもね。
いやこう自由に探索して、まあ、なんかのんびりやりながら進んでいくのっていうのはいいですよ、いいですよ。吸血鬼だー、吸血鬼が出たぞー。ドジッコサキュバス召喚召喚、ドジッコサキュバス召喚召喚。どうせ死ぬんだったらサキュバスにもてあそばれてから死にたいの巻。さあちゃんとね、杭が残らないように杭を打ち込みましょう。杭だけにな。まあ、何はともあれ最初のミッションは目的達成したみたいです。っていうところで新しいスキルが解放されました。 C4 爆弾、いやこれ使いたかったんです。ということでさっさと次のミッション。お待って、枝分かれしてるぞ、枝分かれしてるぞ。迷った時は上から順番に行くって相場が決まってんだよね。私の母は5年前に死んだ。スキルもパワーアップさせちゃいましょうか。デコイって攻撃されたら壊れちゃうので、デコイの HP が回復したり、陽動されてる敵はダメージが上がるみたいにします。なんかサブミッションもありましたね。ポップコーン製造機を直したらみんな喜ぶっていうのがありますね。直しましょう。あと使わない武器は分解しちゃいましょう。まあこれあるあるですよね、あるある。目的地は南に固まってますね。サブクエもメインミッションも全部マップ上にアイコンが出てくれます。その橋を渡りたいんだけど、なんか赤いもやがかかってて、どうやら普通には渡れなさそうですね。回れば行けるのかな、行けそうですね。目的地まですんなりと通してはくれなさそうです。街中にセーフハウスを見つけましたが、なんかに見張られてますね。あれは後半ゲームのウィッチャーですね。ウィッチャー、ウォッチャーですね。ややこしわい、ウォッチャーに見つかってはいけない。セーフハウスを開放するとですね、ファストトラベルもできますし、たまに物資が補給できるようになっていたり、ここで弾薬も補充できますし、なんならミッションも受けたりすることができます。これ多分 UV ライトついてるから吸血鬼来れないとか、そんな感じだよね。最強の肘打ちを食らえ。ここでちょっと強そうな吸血鬼出てきちゃいましたね。 C4 投げてみよう。 C4 は爆発するタイミングを自分で決めることができます。今かな、今かな、今か。当たった、ちゃんと。あいつめっちゃ勝ってえし、さすが、さすがネームド吸血鬼。しかもなんか遠くまで逃げちゃうんだよね、引きながら戦ってくるとか厄介。しかもこいつと戦ってる時なんか周りが真っ暗になって見えなくなるんだけれども、デコイが撃ってる方向がおそらくいる方向。ほらいた、ほらな、お前観念しやがれ、観念しろよこの野郎。尻尾投げたれ、効くね、いいね。あこれは勝ちましたね、クイ、いや強かった。これさぞかしいいアイテムもらえるのかな、武器ゲット。ここでポップコーン機を直すための部品も手に入れることができました。ちょっと待って、なんかバリア張ってる吸血鬼いるんだけど、バリア張ってる、こいつ何なの。まあ、弱いんだけどさ。やっぱ弱い、思ってるよりは弱かったけどね。おいお前バリア何のためについてんだ、無駄じゃん。あさて、では次のクエストを受けよっかなと。結構いろんな武器が手に入ってくるとやっぱりね楽しいし、それでいて悩ましくなりますね。どれを装備しておこうかなみたいな。とりあえずもう今ね、通常の吸血鬼はあまり怖くなくなってきたぞ、これがあるからな。でただ人間との打ち合いも結構楽しいといえば楽しいんですよね。人間は銃使ってくるので、まあ、ちょっと吸血鬼と戦うのとは全然違ったゲームプレイですよね。で吸血鬼よりもだいぶ柔らかいので、こっちもこっちでまた結構楽しかったりしますよ。気持ちいいしね。いやデコイがさ、吸血鬼にも有効なんだよね。いやデコイ最強すぎだろうが。よしかかってこいや吸血鬼、こいや、これで一撃粉砕、かませる、かませる。当たらなかった今。いやちょっと待って、ちょっと待って、何体吸血鬼いるのこれ、言い過ぎでしょこれ。待って待って待って、はい、C4 で、あっそう、一撃必殺外してしまったか。ショットガンでいこうか。ちょっと待って、もう一体追加されてねえか。もう一体追加されて、ちょっと待って、これはいかん、これは待って、これは待っていこうよ。すいませんでした本当に。ちょっと吸血鬼さんサイドにはちょっと多大なるご無礼をしてしまった可能性があります。ここにお詫び申し上げます。なんてするわけねえだろう。ほらこの広い場所に出ちまえばこっちのもんだよ。このスピード感のある
吸血鬼とのバトルも結構楽しいですね。で今私ですね、使ってる武器がですね、吸血鬼に食い打ちをすると HP が回復するっていうのがあるので、こういうちょっと一見不利な戦いとかもうなんとか乗り切れることがまた追加されたな今ちょっと動き回ると周りの吸血鬼呼び寄せすぎてしまうかもしれない。でもこんだけ吸血鬼たくさん固まってる場所ってそうそうないから、そんなにねこういうのばっかり続くわけじゃないとは思いますよ。いやもちろん保証はしませんけどねC4 いいね。 C4 だと火だとね吸血鬼が食い打ちしなくても燃え尽きてしまいますね。でもできれば杭を打って HP を回復させたいですね。そりゃほらどうした、残りもう2体3体、あー勝ったわ、これ勝ったね、勝ちました。でなぜかデコイが今使えません。デコイどこ行ったんだろう、俺のデコイ、デコイ壊れた、ひょっとしてね壊れた可能性があります。いやでも C4 と自分のショットガンだけで乗り切る。でもこうなってくるとショットガンの弾がギリギリだよね、結構ね。パンチじゃなくて危ない危ない、そりゃああーもう1対1になった、あ全然怖くないじゃん俺、当たんねえわこれダメだ、ショットガン最強じゃね。いや C4 最強、乗り切ったね、乗り切った。吸血鬼ね、私の血は吸わせないわよっていう感じでね、主人公も結構ノリノリな感じですね。上に敵がいるから C4 を投げて、いろんな戦い方できる、いいね。おっと次は UV ビームっていう武器を手に入れちゃいましたね。どうやら吸血鬼を石化させることができるみたいです。やっぱり UV ライトに弱いんだね吸血鬼って。うちにも1個備えとこうかな UV ライト、万が一ね吸血鬼ハザードみたいなのが起こっても私は生き残りたい。ちょっと UV ライト使いに行くわ。いやにしてもね可愛いんですよね、やっぱりブリボン可愛いよね、愛着湧くわ。いやこのキャラ使ってよかった本当に。ブリボンのちょっとお尻見てみましょうか。はい、可愛い生物はお尻が可愛い、ありがとうございます。 UV ライト使いたいんだけど吸血鬼がいないんですね。吸血鬼がちょっとスナイパーライフル使ってみようかな、これ距離あるし、どんな武器がどれぐらいの強さを持ってるのかっていうのがね気になるじゃない。このゲームのあり方だったらちょっとスナイパーライフルの威力によってはスナイパー無双入ると思うんだけどどうかな。あーやばい、これスナイパー無双ですね、砂ゲーだ、砂ゲー、あ砂ゲーだわこれ。あーひょっとしたらねメディアの評価にね関わる部分ってこれあるかもね。こいつらポンコツだわ、スナイパーで撃ってたらかなり一方的にやれる。ちょっと今エイムがうんこだったんでちょっと今のは勘弁してください。まあこういう時は私 C4 持ってるんで C4 でドンでね。難易度で変わるかどうかはちょっとわからないけれども、スナイパーで遠くから撃ってたらかなり一方的にやれる可能性がありますね今ので全部ね。まあ、こういう時の AI の正しい動きってなんだろう、隠れるとかかな、隠れたりこっちがスナイパー構えてるところにまあとりあえず動いて突進してくるとかかな。結構動かなかったもんねスナイパーで撃っても。あこれ吸血鬼来るぞ、この警報器はこれは来るぞ。トランク開けちゃったけどあ来た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 、よしちょっと待って UV ライト行こう、 UV ライト、これじゃなくてこれじゃなくてこっち、どれどうだ、石化してくれ、時間かかる、あー石化したえでもこれちょっと待って、もう1体2体吸血鬼がいるんで、えこれ時間で回復するのかな、これで倒したことになるのかな、戻ったね、石化中になんかするべきかな。とりあえず1体は普通におねんねしてもらおうか。餌食はお前だ、お前じゃ、お前だ、お前だクイで1体になったんで、ちょっと改めてちょっと UV ライトを当ててみます。さあどうした、敵化しろやめろ言うてるね。でこの状態で攻撃ドン、あー強い、いやでも強いけどちょっと回りくどいね、何体にも囲われたらそんな使える感じじゃないかもな。でいって多分こっちの方が強いと思う。ね吸血鬼頭出せ、頭は出てるけど動いてるからな。ちょっとデコイで誘い
ておけばこれやり放題だもんね。ああちょっと強めの吸血鬼だったと思うんですよ、ネームドだったから。かなり簡単に倒しちゃいました、ありがとうございます。あで最後のスキルがアンロックされましたね、モビライズ。これ周りの仲間を回復するスキルですね。あ死にスキルですね、今の私にはこれですね。ふっ、この周りにいるとみんなここに回復の旗出したよってみんなが集まってきてここで戦ってくれるわけでしょ。あ想像したらすごいそれ楽しいんだけど、ちょっと今私涙流してるかもしれません。私は今涙を流している。いやマジでちょっとノラでもいいからマルチプレイしたいな。ノラでもいいから私が一緒に遊んでくれる友達を作るのと、このゲームがノラマルチを実装してくれる可能性どっちが高いかって言ったらノラマルチ実装してくれる可能性です。でちょっとスナイパーの強さもう一回確認してみよう。スナイパーの強さ多分強いから、この辺の敵のアジト的な感じになってるけど、まあ、撃つじゃない。であいつ動かないの、ほら微動だにしないのね。であっちのやつも見てたと思うんだけど気づいてない。これは難易度がそのノーマルだからなんだなのかどうかは分かりません。難しい難易度やってないので、まあいずれにせよそのちょっとカジュアルに楽しめる感じがすごいありますね。と特にはそのキーマウだとスナイパーもねこうやって落ち着いてエイムすればエイムしやすいと思うのでね。こっち側はこっちにもちょっと敵がいっぱいいるくさいのでどうしようかな。でも武器のね武器3つしか装備できないのがちょっとね歯がゆいわ。4つ欲しいわ。ハンドガンで戦うの結構楽しいからハンドガンもやりたいんだけれども、でもこれスナイパー楽しくなってきちゃうな。これうわいやこれだな。いやこれ結構原因あると思いますよ、評価に関わる部分で。いや私は嫌じゃないけどねこれね。あでも一応気づいてる、このスナイパーあれか、多分サプレッサーついてるんだ、だから敵に気づかれにくい感じにはなってるんだと思う。まあ撃って失敗したらちょっと気づかれるよね。まあそれはそれででもねハンドガンで戦うの楽しいよ私。ハンドガンでなんかライフルアサルトライフル使うよりもちょっとハンドガンの方が少し楽しい感じになってるもん。まあでもあの距離だったらこっちだな。でこっちに詰めてきてた敵が詰めてくるのやめたな詰めてくるのやめたな。はい、AI がね、まあ、優しいです。言い方変えるとちょっとポンコツってるかもしれませんね。これで囚われていた人たちを救助することができました。イエーイイエーイ。いやでもね正直そのハンドガンで戦うの結構楽しいよ。ハンドガン好き。なんかこのサクサクとした打ち合いすごく好きかもしれないちょっと今のエイム見ないで今のエイム見ないで。キーマウでそのエイムマジかよって思った人はまあ、コメントしないでください今のエイム見ないで。あハンドガンで戦うの楽しいんだよな。でそんな感じでですね、クエストをこなしていくと、こなしていったクエストの先にさらにクエストが、発生していくというようなタイプのやつですね。一つあたりのクエストは割とサクッと終わる感じになっております。ちなみにでも私結構このゲーム好きだけどな。こういうシューター系でサクサクやれるやつ面白いと思うんですよ。いくつかのメディアの評価とかを軽く見た感じだと、まあ、パフォーマンスの問題とか割とその辺を共通して挙げているメディアは多かったかなっていうような感じがします。まあ、私パソコン版で遊んでるのでパフォーマンスそんなに悪くないんですけれども、たまにガクガクってなる時があったといえばあったかなっていう感じですかね。でもそんなにその評価悪くするようなものではないような気がします。まあコープ型シューターっていうもの自体が結構ハードルが高いのかもしれませんね。まあ Xbox ゲームパス加入してる方はね、かなり気軽に遊べるかと思いますので、味わってみてはいかがでしょうか、というような感じでレッドフォール遊んでみました。気になってる方はぜひ参考にしてみてください。というわけで今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。